赤いジンバオリは、木下淳二の儀曲、および、それを原作とする、歌舞伎、オペラ、テレビドラマ、映画、バレエ作品。書出は、1947年4月刊行の、別冊文芸春秋。発表時の現代は、赤いジンバオリ、A ファ r s ペドロ・アントニオ・デア・ラルコンの短編小説、三角帽子を元にした喜劇とされているが、木下は、本作とは別に、 アラルコン作、間予役の岩波文庫版をもとに、戯曲、三角帽子を刊行している。戯曲をもとに歌舞伎化、オペラ化が取り組まれ、テレビドラマは2回制作され、そのうち、日本テレビが1959年4月15日に放送した番組は、日本のテレビドラマ史上初のカラースタジオドラマとされる。バレエ化は、松山バレエ団が実現した。木下は、 わざわざと書きで、自由な装置や、紛争や演出が望ましいと書き、時代設定をこだわらないことを示した。女好きで派手な赤いジンバオリを羽織っているお代官が、権力を傘に来て、親父の女房に言い寄ることから始まる。親父は、大事な女房をお代官に気解かれて心配するばかりだ。一方、何としても親父の女房を我が物にしようとする、お代官も、実は、 自分の奥方に頭が上がらない。記録を確認できる最も早い上演は1948年の劇団文化座。1955年1月に歌舞伎座で上演され、今日まで歌舞伎の定番レパートリーとなっている。アマチュア劇団ながら横浜市の劇団武道座が1959年に上演している。木下とつながりのある劇団による上演としては、 1963年の武道の会が挙げられる。小沢昭一らの俳優賞劇場も1967年以後上演した。木下淳次原作、大栗優作曲のオペラ、赤いジンバウリは、竹地鉄次演出による関西歌劇団の創作歌劇第一回公演として、1955年6月11日、6月12日に大阪、 三越劇場で上演された。木下原作の民話オペラは、ゆうずるや、聞き耳ずきんとして結実しており、こうした実績を踏まえて、狂言オペラという新しい形式に挑戦した。関西歌劇団にとって、赤いジンバオリは、東京、沖縄公演を含め創立50年を迎えるまでに100回を超える演目となった。2008年4月15日、 大栗広氏の世界の演目として、泉ホールで上演。円光寺正彦式、大阪フィルハーモニー交響楽団、浅川和弘による、覚え独奏。竹地哲次原演出、井原博樹演出。1957年7月28日に、ラジオ、東京テレビ、東芝日曜劇場第35回にて放送。演出は、岡倉史郎と岡本義彦。 キャスト1959年4月15日に日本テレビヤシカゴーレデン劇場で放送。日本のテレビドラマ史上初のカラースタジオドラマとされている。演出は竹内俊春と田中智美。キャスト赤いジンバオリは1958年に歌舞伎座が制作し、小竹が配給した日本映画。17代目中村勘三郎の映画初出演作。 カラーの松竹グランドスコープとして制作された。木下淳二の儀曲を原作として、高井ははじめがシナリオを書いた。雑誌、シナリオ1958年8月号に発表された。歌舞伎役者である中村と、三島正浦進撃系の役者、フリーの香川京子、人参クラブの有馬稲子が出演した。スタッフとし、山本札夫監督を支える。 撮影の前田実る美術の久保和夫、編集の河野明和が参加している。AB 赤井陣馬織、a f a ー s 昭和音楽大学オペラ、研究所オペラ情報センター関西歌劇団50年の歩み、日本テレビ40年史。ありがとうございます。